皆さんいかがお過ごしでしょうか。近江八幡市広報番組テラジの時間です。ではまずはじめに市の取り組みや各課からの情報をお届けします。情報発信基地八幡、今回は障害学習課から青少年の健全育成について、そして市民課からマイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービスについてです。皆さんこんにちは、障害学習課の田中です。今回は青少年の健全育成についてお話しします。明日の近江八幡を担う青少年が地域の中で豊かな個性と能力を養い、心身ともに健やかにたくましく成長することは社会全体の願いです。青少年の育成は大人一人一人の責務であり、青少年の問題は大人社会の問題です。私たち大人自身が現代社会の在り方について考えてみることが大切だと思います。今回は本市や各団体が取り組んでいる活動についてご紹介させていただきます。青少年を非行から守るため、本市では近江八幡市青少年育成市民会議をはじめ、多くの団体がさまざまな活動に取り組んでいます。市民会議では青少年に関わるいろいろな問題点を話し合いながら、パトロールをはじめ各種啓発活動を進めています。また地域で子どもを守り育てようをスローガンに、伝えよう熱い思い中学生広場を6月に、青少年育成市民大会を12月に開催しています。さらに愛の学校訪問として、市民会議や各種団体などが市内小中学校や幼稚園保育所を7月上旬に訪れ、朝の挨拶運動を行っています。最近では子どもたちの方から気持ちの良い挨拶をしてくれる姿も見られるようになりました。地域の子どもたちの健やかな成長を願う大切な活動です。本市では民間企業の協力のもと、車やバスなどに子ども110番の黄色いステッカーを貼って運行していただくなど、子どもの安全を守る取り組みをしています。また登下校時を中心に、子どもが緊急時に安心して避難できる場所として民家や商店にご協力をいただき、子ども110番の家のコーンを設置していただいています。また通学路の安全確保のために、地域のボランティアの方々がスクールガードとして登下校時の子どもたちに声かけをしてくださっています。子どもの安全安心のために、多くの方々がご支援ご協力をいただいている、この安全確保に関わる取り組みはとても大切で重要な活動です。近江八幡竜王少年センターでは、青少年の非行の未然防止や健全育成を目指し、少年補導員と協力し、次の5つの活動を行っています。 1. 街頭補導活動。これは非行を未然に防ぐ活動で、早期発見と早期指導を心がけ、愛の声かけをしています。関係機関と一緒に巡回もしています。 2. 相談活動。青少年だけでなく、保護者や関係者からの相談も受けています。青少年の周りを取り巻く環境全体を支援しています。 3. 無職少年支援活動。青少年が自立した生活を送るには、働くことが大切と考えます。履歴書の書き方や面接の受け方、電話での話し方などを練習したり、働き口を一緒に探したりします。 4. 啓発活動。非行防止や不審者注意を呼びかけるパトロールを行います。喫煙防止教室や薬物乱用防止の啓発を小中学校で実施しています。誘拐の未然防止や万引き防止のために、幼稚園や子ども園保育所で
人形劇を実施しています。5、環境浄化活動。店舗への立ち入り調査を行い、青少年に有害な図書や刃物の取り扱いをしないよう協力依頼をします。白ポストと呼んでいる回収ボックスを市内3駅に設置しています。また青少年のインターネット被害防止のためにフィルタリング機能の設定を保護者に呼びかけています。アスクルは滋賀県が青少年支援事業として県内9カ所に設置した青少年立ち直り支援センターの呼び名です。その一つが近江八幡市にあり、アスクル春と呼んでいます。アスクル春は中学生から20歳になるまでの青少年を支援します。気軽に相談に来てください。電話をしてください。一緒に未来に向けた行動を考えます。アスクル春では次の5つのプログラムをもとに支援します。 1. 自分探し支援プログラム。自然体験活動などを通して自分を見つめ直します。夢や目標、自分の居場所の発見を支援します。 2. 生活改善支援プログラム。昼夜逆転など不規則な生活習慣を改めて社会生活の基本となる基本的生活習慣を身につけます。 3. 就学支援プログラム。学校復帰や進学に向けての学力補充を行います。高等学校卒業程度認定試験の学習支援をします。 4. 就労支援プログラム。自分の適性を知り仕事に就くための基本的な知識や能力を就労体験などを通して身につくよう支援します。自動車運転免許や認定資格などの勉強も一緒にします。 5. 家庭支援プログラム。臨床心理士が保護者へのカウンセリングを行います。良好な家庭環境を整えるための応援もします。少年センターとアスクル春は併設し同じ場所にあります。非行防止や健全育成に関する相談は少年センターまで、立ち直り支援に関してはアスクル春までお願いします。電話やメールでの相談もお受けしています。詳しくはホームページをご覧ください。障害学習課では39歳までの子ども・若者を対象とした相談支援業務を行っています。社会生活を営む上で就労に苦労している方や引きこもり・ニートの若者・不登校の児童・生徒などの相談を毎週月曜日と木曜日に行っています。まずはお気軽に相談の電話を 36-5597 までおかけください。最後に昨年度募集した標語の中から最優秀賞に選ばれた作品を紹介します。志摩小学校5年生の水池東吾さんの作品で、やめようよ人にされたら嫌なこと。八幡中学校1年の園田紗代さんの作品で、それぞれの違う個性を認め合おう。以上、青少年健全育成の活動についてのお知らせでした。皆さんこんにちは、市民課の本塚です。今回はマイナンバーカードを利用してコンビニで各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスについてお知らせします。このサービスは市役所の窓口で申請の上、取得いただいている住民票や印鑑登録証明書、税証明書などが全国のコンビニなどに設置されているマルチコピー機からマイナンバーカードを使用して取得できるサービスです。コンビニ交付サービスを利用できる店舗は、証明書発行対応のマルチコピー機が設置されているセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、平和堂、イオンなどです。利用できる店舗情報は各社のホームページにてご確認ください。利用できる時間帯は土日祝日を含む午前6時30分から午後11時までで、店舗の営業時間内に限ります。
発行手数料は市役所窓口の手数料に比べて100円お安く取得できます。またメンテナンス等でサービスを利用できない場合がございます。あらかじめ近江八幡市の公式ホームページをご確認ください。利用できる人はマイナンバーカードをお持ちのご本人か15歳未満のお子様の法定代理人です。住民基本台帳カードやマイナンバーが記載された紙製の通知カードはお使いいただけません。コンビニ交付で取得できる証明書と発行手数料はご覧の通りです。それぞれの証明書についてご覧の条件に当てはまらない方は取得できませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスをご利用の際はマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号が必要です。なおマイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が付いていない方や暗証番号がわからない方、暗証番号にロックがかかってしまった方は近江八幡市役所の市民課、マイナンバー特設窓口や安土町総合支所の安土未来づくり課で暗証番号を新しく再設定することができます。ご自分のマイナンバーカードを持ってお越しください。次にコンビニ交付サービスの操作手順を簡単にご説明します。まずはじめに店舗に設置されているマルチコピー機のタッチパネルに表示されている行政サービスボタンを選択するとサービス利用開始となります。次に証明書交付サービスを選択してください。選択するとご利用上の同意事項が表示されますので内容をご確認いただき同意するを選択してください。そしてマイナンバーカードをご準備いただき画面に表示されたコピー機の指定の位置にマイナンバーカードを設置してください。設置後必要な証明書の選択画面でお住まいの市区町村の証明書を選択しマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の4桁の数字の暗証番号を入力してください。入力後マイナンバーカードをコピー機から取り外して必要な証明書の種類、必要部数、証明書に記載する表示内容を選択し手数料を入れてください。証明書が発行されます。最後に5月23日木曜日と31日金曜日はシステムメンテナンスのため終日サービスが利用できません。ご不便をおかけしますがご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。以上コンビニ交付サービスについて市民課からお知らせしました。続いて情報伝言版です。文芸セミナリオからワンコインコンサート仙戸ホルンディオバイ開催のお知らせです。ワンコインコンサートは乳幼児から入場いただけるおよそ1時間のコンサートシリーズです。日時は5月25日土曜日午前10時10分開場、10時30分開演です。出演はホルン長野夏実、林田由衣、ピアノ川村美香です。料金は500円、全席自由です。保護者1人につき膝上の乳幼児1人は無料です。お問い合わせは文芸セミナリオ電話 46-6507 までお願いします。以上情報伝言版でした。さて5月も半ばになり汗ばむ陽気の日も多くなってきました。体が暑さにまだ慣れていないこの時期は発汗に伴う体温調節がうまくいかず熱中症の危険度がいつも以上に高くなることがあるそうです。早めの水分補給などを心がけ熱中症を防ぎましょう。では今回はこのあたりで失礼します。